それで、戦況はどうなっている？破天荒は陥落。しかしサイロが破壊されたので弾道ミサイルの運用はできない。サイロの復旧には1ヶ月近くかかるそうだ。本来の目標であった戦略兵器の保有による早期独立は失敗したわけですね。物資の消費状態から考えてもあと1ヶ月持つかどうかといったところね。戦略目標の達成が困難となると、講和に向けて動くしかないか。まだだ。何？今回の戦闘で特殊有資産区下でのモビルスーツの有用性が証明された。この戦術で首都中枢に進撃し、独立を認めさせる。でもそうなると敵総軍と戦うことになるわ。どの道破天荒を落としただけで敵は降伏しないだろう。そこでスターボー作戦を提案する。まず、第1連隊を投進させ、敵を粉砕しつつ首都を目指す。第2連隊は川のラインで敵主力を引きつける。敵が防衛ラインを突破しようと躍起になっているところで、独立 MS 大隊に側面を襲わせる。これにより首都北部と西部の敵主力が打撃を受けることになる。あとは首都を攻略し、敵を降伏させる。そううまくいくものか？街道を守る第2連隊の主力はモビルワーカーよ。敵はおそらく主力戦車、しかも大隊複数の攻撃をしのげるかしら？特殊有資により通信は遮断される。つまり、敵の戦車は多兵化の支援を限定的にしか受けられないことになる。加えて地形的に防御有利だ。モビルワーカーでもしばらくは耐えられるはずだ。偵察部隊より報告です。街道上を敵機構大隊が進撃中。戦闘開始まで時間はありません。他に考えがあるものは？いないな。ではスターボー作戦を開始する。司令部から通信。部隊を集結し、敵首都方面に進出。これは厳しい戦いになりそうですね。第1大隊集合、移動準備。進行方向に敵が集結しつつあります。歩兵大隊は山の入り口で待機。モビルスーツを先行させてください。第1連隊は順調だな。第2連隊、攻撃を受けています。橋の防衛に増援を送れ、予備戦力を回すんだ。南部でも攻撃を受けています。やむを得ん。隣接プロビの部隊も集結させろ。防衛ライン最南端抜かれました。航空支援を要請。モビルスーツ大隊逆襲開始。航空支援だと、航空機に余裕は。破天荒上空は比較的安定しているわ。一時的に南部へ回しましょう。くそ、承認しよう。航空支援に紛れて防衛線をここまで下げましょう。ダメだ、川を渡られれば即背面を突かれる。防衛ラインを維持せよ。モビルスーツ中隊、接敵。第2連隊は独立大隊と連携し、そのまま防衛ラインを維持。待ちなさい。お姉様、呼び戻したところ申し訳ないけど、もう勝利は目前よ。何を寝ぼけたことを言っているのかしら。すぐにでも講和に向けて動くべきよ。お姉様こそ何を言っている。モビルスーツの性能は証明された。敵首都に突入させれば落とせる。防衛ラインの維持もできている。負ける要素はない。敵が第1連隊の補給路を寸断したらどうするのかしら。当初の計画では補給線は破天荒までだったわ。伸びきった補給線を叩かれれば第1連隊は壊滅し、我々は兵力の3割を失うことになるわ。命輪なら補給を切られる前に首都を落とせる。落とした後は、仮に敵が降伏したとして我々に反乱の機運がある前導管理できるとでも。そもそも私たちの目的は高度な自治の回復であり、征服ではないわ。それを忘れるべきではないわ。レミリアの主張により、後に1ヶ月戦争と呼ばれる戦いは収束へ向かった。この戦いの結果、コウマ教が幻想教の構成国という立場を確立した。しかし、戦乱を引き起こした責任として、コウマ教の首脳陣は政界から追放された。一方幻想教首脳陣も戦争を防げなかったとして退陣を余儀なくされ、中央集権体制は崩壊したのだった。